おはようございます。本日もスカッと晴れた気持ちの良い青空広がってますね。まあ、ということで本日は出発日ですね。とにかくまずはパッキングを終わらせてどんどんね準備していきたいと思います。オッケー。あとはシャワーを浴びたら洗面用具入れれば終了かな。あと充電器関係ですね。よし、多分大丈夫。ただいま5時になります。お父さんねシャワー浴びてお散歩に行ってくれました。1回目の洗濯がもうそろそろ終わるので次ねタオルですね。シャワーしたのでね洗おうと思ってるんだけど、その他のタオルもパッキングももうほぼほぼ終わりかな。忘れたものがあったら買おうねって言ってるので全然大きさが違うけどまあしょうがないよねこれはねと思うんですが、とりあえずこれからまたね編集作業戻ろうかなと思います。シャーニー君感じ取っておりますね。寂しいって読み目をしてる。ごめんね、お留守番なんだよ。お願いね、ダニー。大丈夫だから年々してすぐ帰ってくるからね。お願いね。サミちゃんもサニー君に行ってきましゅして、私は幼稚園なのよって。よろしくね、サニー。ここは開けていかないでしょ。うん、閉める。サニー、なんちょっといじけて。そう、分かってるから、はい、寂しいお目目してるの。これも持ってこう、違うとこ置いてある。嫌なの。トイレがね、不満かもしれないですけど。そうだね、ちょっと汚れるね。これどこ置いとこうか。タニク、どこがいい？どこがいいかな。2つ置いといてあげたい。まあ、一回じゃあこっち置いとくか。両方入れるから。この角度も OK。よろしくね、タニク。大好きだからね。行ってきます。ポミ君もタムちゃんもね、今日のアドベントカレンダーですよ。どうぞ。持ってくの？もう一つずつあるよ。タムちゃんおいで。もう一つずつね。どうぞ。うん、じゃあよし、行きましょうね。それではただいまね7時24分ですね。お家を出発しましたね。タムちゃん、タムちゃん幼稚園でしゅよ。行ってくるわねってタニ君に言ってたけど幼稚園でしゅからね。まあ、ということでね、とりあえずポミ様預けるペットホテルで、ね、まずは向かおうと思います。ペットスマート着きました。この中のホテルなんですけど、いつもねポミ君の病院がねあるところにお泊まり行くんだけど、そこが今ペットホテルクローズしてるから自動的にねこっちに移しますっていう風にね来まして、こちらの店舗になりました。あのポミナン、ここどこでやんちゅのかね。初めてでやんちゅね。大丈夫？知らないでやんちゅねって言ってる。タムちゃんも、はい、行きましょう。おトイレ済ませてから入りましょうね。ポミクとタムちゃんですね、無事ホテルに行きました。チェックされて、怖いわよーと、やめるでやんちゅよーって言うんで、何やの。ポミはいつも C って言われますが、ではすぐそこにね、お父さんフレームブロイラー食べたいって言ってたから、フレームブロイラーのつもりですよって言ったら、あ、そうなんだって言われたんだけど、言ってたこと忘れちゃったらしいんだけど、ボールね統合して食べましょう。お腹すいた。電気消えててやってなかったですね。まあということで、なんか違うものを食べようと思うんですけれども、何がいいかね。とりあえずあるものね食べましょう。ちょっと時間的にもね、そんな余裕ないからね。そうそう、だからとりあえずあるもの、目についたものを食べようと思います。ということでアーミーズに行きました。
並んでなかったからね、時間もないので、なんだっけ、チキンかなんかのサンドイッチかな、お父さん買ってくれましたので食べながら向かおうと思います。裸足だけどお腹空いたね。パーキング着きました。ヘルメット動いてなくて、止めるところもなくて、止めていいねところがあるんだけど、そこ全部埋まってて、で違うね階に止めなさいって言われたので、そこに止めて1個しか降りてこなかったからいいけど、ということでバス乗ってね空港向かおうと思います。セキュリティチェックも終わりまして待っておりますが、今何時か、10時55分、11時からボーディングだったよね。まあとりあえずもう少し待とうと思います。飛行機乗り込みました。お隣さんいらっしゃいますけれど、とりあえず今日はこの辺りで終わりにしましょうかね。これから寝て、朝何時に着くの？7時半前らしいので、でもフライトは4時間半ぐらいなんですけれども、2日続けてねビログ撮るのはあれかなと思うので、今日はいつもみたいにねしっかりと最後のご挨拶できなくて申し訳ないんですが、お父さんは何か iPad で見るようですけれども、この辺りでお会いにさせていただこうと思います。とにかくね無事に行って帰ってこれますようにということで、じゃあ私は今から寝ようと思います。ほんと眠い、もうお薬飲んで眠いです。それではね、皆さんバイバイ。